こんにちは。こんにちは。撮ってたんですね。うん、もうわからんよね。形跡がないよね。うん。うん、いやこれをすぐ。でもさすがに神も言ってたけどな、なかなかないわってこんなとこ直すのって。そうね、うん。最初引っ張ってる時どうなのかなって思ったけど、やっぱなんだかんだパテも1回2回か入れてはったな。薄くやけどすごいな、うん、時間的にも早すぎやろ。めっちゃ早かったですね、うん、見たかったんですけどあっという間に終わってた。1日ぐらいかな、ぶっちゃけこの3箇所で。こんだけ綺麗に直してたら綺麗に塗りたいね。そうやね。確かに、なんか綺麗に直してくれてると塗りがいあるよね。塗りがいありますね。よだれが出るっていうか。よだれもんですね。頑張ろうって思うよね。だからこれパッと見綺麗に直ってるけど、やっぱさすがの紙でも多少なんやろ、パテのちっちゃい巣穴とか、うん、な最後のラインのちょっと乱れとか、まあ、そういうのを修正してあげて、はい、フォロー入れて綺麗に塗るっていうところね。そうですね、はい。で、どうすんのこれ、どこまで塗んの。いや、ぶっちゃけこう紙と一緒で実際あんまやらへんやん、こんな作業。そうですね、あんまりやらない。新品やったらな、丸々裏側塗ることはあるんやけど、この場合ウェザーストリップは外れるから、ウェザーは外すとして、この角か、あ、もうここ、ここか、この、あ、やっぱそこか。起きてここでこういくか、この中で切るか。せやんな、中で切るかやんな。これが鬱陶しいよな。ここがな、ここ塗ると。でここのこの新車の残しときたいもんね、ぶっちゃけ。ここなんか埃あるな。ここまで行こうか。磨きたくないやんか。バシッとな、磨かんねえもんな、このラインで、うん、こういこうか、スーッて来て、この辺り、もう前まで行ったらええんじゃん。前まで行く、うん、こっち綺麗に当てて、うん、ここ、うん、そこで座って僕はそこが気持ちいいんじゃん、とりあえずペーパーを当て終わった。はい、さすがの紙でもちょっとさすがに今回はパテちょっと出たね、いろいろ。ちょっと出ちゃった、難しいな。で、これをあれやな、ラッカーサフでもう一回閉じてから塗装やね。はい、マスキングか、していくか。楽しみっすね。楽しみですね。できた。
吸い込むかな。
粉塗った感じ、いい感じ。黒やからすぐ分かるもんね、形がおかしかったら。
たって飛び降りて連続で3回行って、これぐらいでもええぐらいな、内側やからな、そんなツヤ出てなくてかも。
終わり。どう、なんかできた。ちゃんと炙るまでが塗装やからね。はい。この石かっこいいね。かっこいいですね。いいですね。ちょっとこれのいいとこ、それを紹介してよ。いいとこ？私紹介していいの？うん。わかりやすく。わかりやすく。私わかりやすく。これ。それだよね、味噌は。気に入ったもんね、それ。そう、めっちゃいいですね。これ動くんですよ。ピュイーンって。エレベーターってのか。リフトがついてってな。前のやつやったらギューって、ね、めっちゃ重たい。力ずくでやらなかったもんね。これはボタン一つで上下できると、ね、上下できる。しかもこれカーボンヒーターやんな。だからスイッチ入れて、入れた瞬間にあれやんな、これ3つパパパって上げてみて、うん、ついてないの。そうそれ、カチン。ああすごいすごい、なんせ早いねんな。で、中が周波が違うのよな、これ確か。そうなんですか。そう、中からかわしてくれるから。あ、なんか中海っていうのかな、うん、外側だけ乾くんよ、普通のやつって。そうですね、うん、で内側がかない。そう、中から温めるっていう鉄板しかも早いって。いやいいね、このウィーンって。いいねいいね。モーター？モーターやね、ここ。モーターだね。うん、すごいよこれ、うん、これさ、はい、めっちゃ綺麗になったね、ほんまに。全然わからんよ。普通だったらもうここ交換になってますよ。穴開いてたらもう交換してもいいでしょうね、全然、うん、交換しないとちゃんと治らんっていう人もおるやろうけど、これ2つに分かれるよね、意見が。うち的には、はい、まあ、お客さんともちろん相談してやってんねんけど、勝手にはやってないよ。ここ交換したら事故になるからね、はい、だから今回はここを板金したんで。そうなんですよ、交換じゃなくて修理になってるから。だから結局ここをバーッともう切ってカットしてやっちゃうと、まあね、交換する時もできるだけ分からないようにうちやってるけど、まあリスクを犯すよりね、
だ大体査定される時ってここ見られるからね、ウェザーストリップめくられて取られて、そのスポットの後、うん、で交換、ピラー交換って書かれて修復歴ありやんね。でピラー交換するってことは、えこんな穴の事故なのか、もう分からへんもんね、うん、だから次の回転の人からすると、うん、ちょっと怖いな、どうしようかなっていう話になるもんね、はい、そこは避けれるもんね。避けれます、ね、まあ、そういう面ではいいよっていうことやね、はい、うん、まあお客さん考え方によるけどね。そうですね、うん、ちゃんと交換してっていうんやったら交換はしますし、うん、でもこの修理方法はこういうメリットあるよっていうことやね。そうです ね、 ね、どっちもいいメリットね。け、なるほど。固まった、うん、うん、もう触れるね、はい、いいですね。乾きいいね、最近の塗料。乾きいいですね。いいですね。助かる。いい感じでなんかこう締まったな。ですね、うん、最初塗った時ドロッとしたからおっとって思ったけど完璧新車と変わらん肌、ちょっと荒いっていうかな、はい、かかっ艶はあんねんけど、その表面ほど、ドアとかのな表ほど塗装が、そう肌が荒いっていうか、つるっとしてないみたいな、ホコリもないし、ここの切ったとこも全然わかんないね。でもここちょっと磨くよね、さらっとね、さらに分からんようにするみたいなね、はい、っとっとっと、ここか、ここで切ってますね、全く分からない。いい仕事しますね、髪が綺麗にやってくれたから気合入りましたそうやね、うん、そういうことやんな結構大事やもんな、そういうのって。ほんまになんか俺の知り合いが板金屋さんやねんけど、はい、あ違うわ、その人塗装屋さんやねんけど、言ってたんかな、あの世間話でな、はい、なんかその人野球好きなんよ、はい、個人的に、はい、なんか塗装を板金塗装を野球に例えると、はい、酔っ払うと言うんやけど、ピッチャーとキャッチャーなんよって言って面白いなと思って聞いてて、これ俺の意見じゃないで、はい、一般論で、その A さんが言ってただけやねんけど、はい、その何だっけな、塗装は、塗装屋さんはピッチャーやって。塗装屋さんがピッチャー、そう、ほんで板金屋さんがキャッチャーやねんて。え、ピッチャーって何する人、え、ピッチャーって何する人、え、ピッチャーって何する人ピッチャーって、うん、ほら真ん中でボールバンバン投げてる人やん、がピッチャー。そうで、キャッチャーはそれを受ける人。バッターはどこにおんの。いや、おらんねん。だからその、そうそう、野球詳しくないから俺もよう分からんけど、結局攻撃と守りってあるやん、変わるやん、ほら守る側と攻撃、表とか裏とか言わん野球って。で攻撃してる時の例えらしいねんけど、うん、何言ってたっけな、ピッチャーが塗装で、野球ってピッチャーが試合を動かしてるように見えねって、一般的に見てると。ほら大谷でもそうやんか、うんうんうん、すごい速い、そうそう、球投げてストライク取って、ですげーみたいな。だから変な話さ、ピッチャーって知ってる、これごめん間違ってた、ごめんなさい、ピッチャーってあれやねんって、めっちゃ殿様扱いやねんって。だから試合とかでな、なんか車みたいな、なんかにマスコットと一緒に車乗ってオープンカーみたいな、はいはいはい、でマウンドまでブーってそれ乗ってくんねんって、ピッチャーだけ。それピッチャーの人なの。ピッチャーだけやねん。へー、見たことあるやろ、なんか車で手振りながらマウンドに入ってくんの、はいはい、あれピッチャーだけやねんって。あ、そうなんです。で俺もよく分からんけど、それらしいよ間違ってたごめんな。でそれぐらいなんかチヤホヤされんねんって。だから目立つし花があるし、だからキャッチャーってあんまり花がなくて目立たんくて、ほいで後のほら守備やってる人とかバッターっていっぱいおるから、なんかよう分からんやん。でもなぜかピッチャーだけって結構チヤホヤされるっていうか。でも塗装も一緒で、なんか塗装うまいとさ、こう綺麗になったら塗装屋さんすごいねって業界では言われがちやけど、何が言いたいかというと、実は野球はピッチャーが試合動かしてると見えるんだけど、実はキャッチャーが試合動かしてんねって。なんか後ろでこうやってやってる人。そう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 、あれがなんか首振ってなんか嫌やとか言うとるけど、塗装屋も言うやん、嫌やとか。もう試合の全体を考えて、こいつにはこの球がいいとかいう、ほんで後ろのそのいろんなものを見てるらしいよ。そうやって試合運びしてんねんって。
リー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 みたいなやってるとか、リーリーリー知らんでよ、わからんけど、なんか全体的に見てるのはキャッチャーやねんって。あ、取る人なんだ。そうだから板金屋さんって実は縁の下の力持ちで、この車1台こういう板金を仕上げて、塗装屋さんがこう塗るやん、はい、墓場も今塗って、こうお客さんが見るのはもう結局こういうところやんか、はい、この塗って、はい、うわめっちゃ綺麗に塗ってくれてます、ありがとうございますって結構言われるやんか、はい、でもぶっちゃけ綺麗に直せるのは板金屋さんが綺麗に直してくれたおかげであって、うん、板金屋さんがうまくなかったりやる気なかったら塗装屋さんも士気下がるし、なんか綺麗に塗ったろうっつったって限界があるやんか。あ、そうですよね、時間もかかっちゃうし、うん、修正、うん、板金屋さんがここまでやったら頼むでっていうところまで上げてくれるから、あとサフでカバーしたりとかな、プラサフ塗ったりとか、最終のライン出したり歪み出したり、あ、歪み抜いたりするできるわけやんか、ということを言ってましたね。なるほどね、はい、お、なんかいい話野球詳しくなくてもあーってなるやろ、あーってなりますね。そう、俺も聞いた時へー、あー確かにそんな感じすると思って、いい例えですね、うん、それをしかも塗装屋さんが言うからいいよね。そうですね、板金屋さん自分で言っちゃうと嫌せんじで言っちゃうやつになるけど塗装屋さんが言うのか、そうそう、その人は結構イケてたな、そういう話をしてましたね、っていう話でしたね。また見てね、バイバイ、チャンネル登録もよろしくね。